皆さんこんにちは、ちはるべようこそ。今日はですね、皆さん私の愛車、13年、乗り回してます。ラングラーの、ジープからお届けするんですけど、車中トークなんですね今日で、第1回目のゲストは、中尾明さんに、助手席乗ってもらって、いろいろこうセキュララトーク2人でしたんですけど、今日第2弾でゲスト来てくれてます。ホリプロ所属のもう大御所俳優になるのかな。もうね、同い年で、でしかもこうなんだろう、私が10代の時のデビューから知ってくれてる俳優さんだから、うん、そうなんか幼なじみな感じだから、すごいこういつものこうチハルームでは聞けないような話も彼は多分すごい引き出してくれるし、うん。来た。この方です。どうも。邪魔します。いいよいいよ。ゆうたが来ました。どうも山崎ゆうたくんです。寒いよ。だから今温めといたから、ゆうたくんこれさ、もしかして左ハンドルだから。え、そうだよ。高校の同級生なの、ゆうた。なんなら中学生から知ってるもんね。確かに。そうだよ。そうだね。初めて会った時中学生だったもんね。そう、私15歳ね、13。そう。そっか。え、芸能生活で言うとさ、ゆうたは何年ぐらいになった？4月で37周年。37周年？そうなんですよ。誕生日3月だもんね。そうそう。そうだよね。チャイルも1月だもんね。あ、そうそう、ありがとう。1月14日。そう、そちら3月18ぐらいだよね。ちげえよ。38で。知ってるわ。相変わらず適当だな、お前は。昔、高校も一緒じゃん、チャイル。で、高校の同級生とも、飲んだ時があったのよ、みんなで。その時、チャイルがなんか来れなかったんだよ、ね。そう、私とユキが行けなくて。あ、じゃあユキは行けたんだね。あ、わかんないけど、誰が来たかもあんま覚えてないけど。そう。俺と V6 の岡田と、であと高橋一生と、3人こう横並びで座ってたのは覚えてんだけど、女の子誰来てたっけなぐらいはあんま覚えてない。まあ、真帆は覚えてるけど、何かもね。めっちゃ行きたかったのに、なんでその日にしたのって思った。いや、面白かったよ。もう絶対やりたい。また同級生みんな40だよ。そうね、40とかもう41だよ。周りはそうか。うちらは早生まれだからね。そうだね。うん、岡田があんま取らないかな、連絡。そっか、うん、私この間テレ朝で会ってね、すごい幸せそうだった、うん、そうね。もう彼もパパですから。いい顔してた。優しい顔してて、ね、すごいな、この車中トークって。なんかそういいでしょ。なんかちょっと18歳ぐらいの時思い出すね。本当。俺と千春さ、昔、俺の車でよくドライブしたじゃん。したね、妻夫木と。ああ、懐かしい。3人で、同い年のホリプロ、同い年3人で。そう。俺あの時お前らの足にされてんなってずっと思ってたからね。あ、違ったのとか。ふざけんなよ。そうよく乗ったね。乗ったね。俺の車でよくドライブしてたもんね。面白かったね。お前ら2人金ねえって言ってさ。そう、大変だったからね、当時はね。給料だったからね、ずっと。そうだから、もうずっと俺がおごってたもんね。そう、ごちそうになった。結構ゆうたはごちそうしてるイメージだよね、いろんなタレントさんに。いや、まあ それがね、俺この間妻夫木と飲んだ時も言ったんだけど、そろそろさ、お前らのが金持ってんだからおごってくれないっつって。もういまだに俺おごってもらったことないんだよ、佐藤氏も妻夫木も。え、そうなの。いまだに。だ、もうそろそろさ、まあ、せめて割り勘にしようぜっつって。確かに、うん、マジいい人。あいつ容量いいんだよ。ありがとうっつって。懐かしいわ。え、ちょっと後でインスタライブする？お、いいよ。じゃあ、千春の携帯でインスタライブする。あ、マジ？ちょっといきなり、ちょっとぶち込んだ企画でやってみる？あ、やってみようよ。オッケー。なんかさ、今まではさ、なんかこれから明日インスタライブしますみたいな。あ、いい。もうなしで行こうよ。そんなもういきなりだよ。オッケー。いや、もう多分声も入っちゃってるからね。あ、もう来た、2人。7人。あ、7人。お、17人。え、そんな人数いいから、なんかゆうたはちゃんとあれだよ、自己紹介しようよ。いや、すごい、やっぱ外人の人多いね、なんか英語で。マジ？あ、ヤッホー、ハーイ、ナイスミーチュー。もう入れないから、ちょっと違う。皆さんこうファンとして聞きたいけど聞けないみたいなことあるじゃないですか。代わりに僕聞くんで、もう突然始まってます。そう、僕が聞くんで、もし何かあれば、聞きますよ。普段はぶっこめないことを
僕だったらぶっ込めると思うんで。再婚の予定ありますか？再婚の予定、うん、再婚はね、どうなの、ゆうちゃん、どう思う？いや、あるんじゃない？本当？うん、わかんないけど。うん、ゆうたとはないよ。いや、わかってるよ、そんな。俺だって嫌だよ、お前と結婚すんの。俺、初婚がなんでお前なんだよ。おかしいだろ、クッションが。嘘、あれ大丈夫、顔が赤くなってる？いや、なってねえ。なってないか。なってない。証明か。うん、証明でもねえし、別に。うん、違うか。あ、やっぱみんな言うわ、二人はお付き合いしないのとか。嘘、お互い意識しないのとか。したことない？俺は一回もないな。ただ、うん、千春が俺のこと好きなんじゃないかと思った時はあったよ。本当、うん、なんかね、あの、好きなだってことはないけど、うん、すごいなとは思ってた。あ、だって尊敬。そうそう、同い年 で、うん、で演技もできるし、なんかこう器用じゃん、ゆうたがさ、何でもできるから、そう、すごいなとは思ってた。なるほど。うん、でも好きではない。いや、でもね、いや違うのよ、実は俺その情報を聞いちゃった時があって。え、情報？チアルが俺のことすごい好きで、うん、いやいや、誕生日プレゼントを何を買ってあげたらいいか迷ってるみたいな。ああ、で、俺がもう、うんうん、俺もちょっと当時恥ずかしいから、うんうんうん、いや、いいよ、いらねえよみたいな、うんうんうん、でもそう言ってたの。もういらねえって言っとけみたいなさ。誕生日プレゼントあげたかな。そう、くれたのよ、チアルが。おお。でもその時にチアルがもう、うん、あ、絶対に俺のこと好きなんだなって俺は勘違いしてたね、うん、え、そう、幸せだね。腹立つでしょ、なんか。いやだ、俺と付き合ってくださいだってよ、チアル。ゆうたと付き合ってあげなよ。それはない。違う。あ、なに、ゆうた、俺と付き合ってくださいだから。え、この人がチアルと付き合ってくださいってことね。告白されちゃった。うん、付き合ってあげなよ。ちょっと、ダメ、まだ知らないしさ。いや、そういう出会い大切よ。なんか、うん、今流行ってるもんね、うん、なんかマッチングアプリとか。そうそう、インスピレーションでポッていくの結構大事だよ。どんな人なんだろう、うん、ねえ、うん、ちょっと腕疲れてきたでしょ、うんうん、疲れてきた。ここが交代する。うんうんうん、はい、ありがとう。あ、でもこっちの方がしんどいかな。どうだろう。あ、どうだろう、これで映るか。あ、全然大丈夫。映った。やーい、こうです。突然の、あ、見てみるようだって言うた。何、ね、足がセクシーです。あー、これそう、これね、出すなよ。なん、こんな寒い時期に生足、40にもなって。うるさいよ、40だから頑張んなきゃいけない。出すな、生足を。いや、出さないと太ってくなって。っていうかさ、うん、娘さん、うん、何歳になったの？今14歳。もう俺なんかインスタで見たけどさ、うん、完全女じゃん。になったでしょ。もう怖いよ。俺もう、あと何年かしたら俺、うんうん、もし迫られたら、うん、落ちる自信ある。マジ、おじさん。だってあと6年だったらもう20歳なんだよ。もうそうだね。俺らの6年なんかもう一瞬じゃん、うん、別にそんな、もう今と変わんないでしょ、うん、6年経ったって。確かにね。向こうは大人になっちゃうんだよ。うん、もうかき上げてるから、もうこうやって。怖い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 。かき上げ女子だよ、もうやま。俺どうしよう、千春の千春のことお母さんっていう。やめてよ。同級生なの。こんな嫌だよ、こんな旦那嫌だわ。娘の旦那が。お母さん、ちょっとお母さん。お願いします、お母さん。ふざけるなよってなっちゃうよ。俺前の旦那にも挨拶行く、俺ちゃんと。前の旦那にも挨拶行くから、すいませんっつって。なんでやねんって言われる。ゆうた、私ちゃんと映ってんの、それ。映ってるよ。本当、うん、俺自制心あるから平気だけど、千春は無理だろうな。何が？下手しある。何が？例えば俺に息子がいたとして、うんうん、もう二十歳とかだったら、うん、ワンチャンチアル手出すでしょ。しないよ、どんなイメージ。ありそう、ありそう。皆さん見てくれてるのに。そういや、あるから、ワンチャンあるかなっていう。ちょっとそろそろ仕事する、ゆうた。そう、そうしようか、ね、で、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ、またね。はいはい、ゆうたでした。どうも、皆さんありがとうございます。じゃあね、バイバイ、ありがとう。じゃあと15分ぐらい、何話す、うんうん、じゃあちょっと、あれしてみる、うん、何、同級生に電話してみる。え、してみよう。すごい面白い企画じゃない。うん、一斉電話してみる。そうかそうか、うん、すごい久しぶりだ。そう、メールはたまにするんだけどね。うん、あいつ忙しいからな。ね、なんか入ってんのかな今。わかんない。作品出てほしい。出るか。同級生の高橋一生に連絡中。あ、ただいま、あ、
室で寝るとこ。残念。うんうん。確かに。もしもし、山崎歌です。お元気ですか？井上陽水です。今ちょうど千春と会社で会って、千春の YouTube を撮りながら、まあ一星が出れるか出れないかは別としてちょっとかけてみようみたいな感じで電話してみました。折り返しは結構なので、ご活躍、してください、応援してます、はい、いっちゃーん千春だよ久しぶりね久々になんかねみんなで会いたいなっていう話もしてたりとかして、いっちゃんが大活躍してるのも、うちの新山家みんなで応援してるからね新山家2人しかねえじゃないか確かにそうだねまあ2人しかいないんだけど、うん、そううちの青森の実家のみんなも、ね、そうかそう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 、うん、応援してるしね、はい、そうそう体に気をつけてねいっちゃんいっぱいご飯食べて母親なの違う母親みたいになってくるなっちゃうんだよねああ分かった分かったそうそうそう、はいはい、頑張ってねはいはいで今一星分かると思うけど千春電話に向かって手振ってたから見えてないけどね、うん、まあということで一星頑張ってねじゃあねバイバイ頑張ってねよかったこれがいっちゃんに届くね届くねうんまあこれぐらいにしていいかそうそうそういいか、うん、いいんじゃないゆうとありがとういやいや全然全然ね楽しかったよいやなんかちょっと今度ドライブしたらいいじゃん、うん、確かに一緒にやるよそうドライブねうん千春のでも運転ちょっと俺怖いけど、うん、なんか横にそうだよね、うん、私もなんか喋ってたら確かにってなっちゃうからでしょじゃあ千春の車俺が運転すればいいかあいいねいいね、ね、そうしよう保険もちゃんと入ってるから、うん、オッケーオッケー、うん、俺ぶつけないから事故ったことないから一度もこすったことさえない、うん、マジじゃあ安心だ、うん、えそうしようよ千春のジープでゆうたが運転してくれてドライブしてみたいあいいねしてみよう娘も一緒に行くあいいねいいね3人で楽しそうじゃんいいよじゃあ3人で行ってみよう、うん、なんか俺すげえお父さんだった気分だそれ確かにいろいろご馳走してもらおうだからそうしよう俺まだ未婚じゃん、 うん、 うん、うん、でそういうのまあまあ友達の子供とかいっぱいいるけど、うん、いちいちお父さんになってみた、うん、いいんじゃないどういいじゃんそうやってみようか確かに、うん、ちょっと見てみたいかも金使う企画だなご馳走になりますオッケーもうおごり慣れてるんで逆にもう何とも思わないですそうだねあなたたちに関しては確かに私もいつもおごってもらってきたから、うん、でもいいじゃないじゃあそれやるわいい企画じゃん、うん、それやろうそうだね、うん、やろうやろうじゃあまたその時よろしくお願いしますオッケーで次グルテックにも出させてもらうんでうぜひぜひ皆さんグルテックを皆さん見てねよろしくお願いしますありがとうゲストゆうたでした